はいどうもバサラですご視聴ありがとうございます今日はですね M1 チップについてと M1 チップを搭載した Mac について話していこうかなと思います 届いてない現時点なんですけれども、えー、僕がですね、このイベントを見てみて、まあ、どの Mac を買うべきなのかみたいなのは、えー、動画はね、別で作ったので、ぜひぜひ、まあ、それが気になる方は、えー、概要欄の方に載せておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。で、今日の流れとしてはですね、えっ、ー、と、イベントですね、M1 チップが発表されたイベントの、えー、おさらいをして、新型 MacBook Pro についてね、僕が思ったこととか、この点は注意すべきだよみたいなところをちょっとお話しさせていただいて、最後にですね、この M1 チップが搭載、えー、さ,された Mac をですね、 買ったのでどれを買ったのかっていうのとどうしてそれを選んだのかみたいなことを最後話していこうかなと思いますで今回のイベントなんですけど本当だとねいつものとイベントのおさらいバーッと話すんですけど本当に今回のイベントって M1 チップの話と Mac 今回の Mac はすごいんだぜっていう話の2つしかほとんどまあ内容がなかったなと思ったのでさらっとおさらいしていこうかなと思います、はい、まずはですね今回ののの主役のですね M1 チップの話 が出てきました、えー、こちらの CPU ですね8コアになっていて4コアが、えー、高性能な、えー、コアになっていてもう4コアの方が高効率の、えー、ものになっていて、まあ、パワーとパフォーマンスの、えー、バランスがよく取れた、えー、製品になっているみたいですで GPU も8コアになっていて、まあ、非常にね、えー、高性能な感じになっているんですけれどもここのところにね気になるのが2.6テラフロップスって書いてあるんですよまあもちろんね最大値だとは思うんですけれどもでこれって、まあ、どれぐらいの性能 性能があるかっていうと、2018年の MacBook Pro の15インチの方ですね。15インチのラデオン Pro16 ぐらいの、えー、性能があるんですよ。で、まあいいいいんですよ。GPU の名前は覚えなくてもいいんですけれども、つまり MacBook Pro の15インチとまあ、同じぐらいの性能を、えー、持っている可能性があるかと思うと、いやすげえなとは思うんですけど、どこまで本当なんですかね、これ。 どこまで本当かわかんないんですけど、まあそういった感じでですね、まあすごい GPU の性能も上がってますよということが書いてありました。で、そしてニューラルエンジンは16コアになっているそうです。で、これによってですね、CPU の性能が最大で3.5倍。で、GPU の性能がですね、最大で6倍。で、機械学習の方がまあ最大で15倍という感じになっていて、もう倍ばっかり出ててね <laughs>。 <laughs> 何なんだこれっていうのは思うんですけども、これに関してはね、ちょっと後でちょっと話そうかなと思います。はい、そしてメモリなんですけれども、メモリがですね、ユニファイドメモリっていう、その CPU にくっついた、オンボードになっているメモリになったようです。 で、これによってですね、メモリの通信がまあ早くなって、効率のいいものになっているようですね。で、その代わりですね、まあ今までね、まあメモリの交換ってできなかったですけど、なんかハックする方法とか、まあいろいろね、まあ、あったりはしたんですよね。ただ今回のこれによって、え、それがまあ多分絶対に、え、できなくなったんだろうなっていうのは、え、ちょっと思うところです。次に、まあソフトウェアのね、え、解説ですね。まあロゼッタの話だったりとか、まあユニバーサルの話がまあ少し出てきて、あとはビッグサーですね。え、新しい OS の話が出てきました。そして で、ここからですね、端末の話になっているんですけれども、ここからの機種の話は、本当に Mac すごいよっていう話をえずっと Apple がするっていうようなプレゼンテーションでした。ちょっとね、数値が多くなるんで、ちょっとメモをちょっと見ながら、えー、話していきます。で、MacBook Air に関しては、えー、CPU が最大で3.5倍になっていて、えー、グラフィックスが5倍になっていて、えー、機械学習が9倍になっているそうですね。で、SSD のパフォーマンスが上がっていて、2倍の性能になって ていえー、ようですね。 はい。で、あとは、えっと、ファンレス構造にまなったので、まあ、すごく静かだよ、みたいなことが、えー、言われてました。そして、まあ、バッテリーの持ちなんですけれども、一応18時間っていう風に言っていて、まあ、めちゃくちゃ持つな、という風に思いました。あと、まあ、少しね、パネルの、え、性能がちょっと上がってるっぽいですね。はい。そして、MacBook Air の価格は、104,800円からという感じです。そして、この後出てきたのが、えー、Mac mini です。で、これも性能が、ま、すごい上がっていて、えー、CPU は最大3倍。 えー、GPU は最大6倍、えー、機械学習は最大15倍の、えー、速度になっていて、まあ、めちゃめちゃ速くなっているなっていうような、えー、感じでした。で、MacMini に関しては、えー、価格が72,800円からということでした。 そして次に発表されたのが MacBook Pro です。で、これも性能が上がりましたっていう話ですね。CPU が一応2.8倍、グラフィックスが5倍、機械学習が11倍っていうことと、あとはですね、バッテリーの持ちが動画の再生ですね。これがまあ最長で20時間っていうような持つようになっているっていうようなことでした。 で、こちらの方はですね、ファンが、えー、あるみたいですね。で、価格は13万4800円からというような、えー、内容でした。はい。というわけでですね、これが、まあ、イベントの内容だったんですけれども、本当に M1 チップが出たよっていうことと、それを乗せた Mac すごいんだよのことの <laughs> 2点しか本当に、えー、ないような、えー、イベントでした。じゃあ次にですね、その、えー、Mac ですね、各出た Mac について、まあ、僕が思ったことについて少し話していきます。はい。まずは M1 チップに関してなんですけれども、ここはね、えー、数字の根拠が ちょっと曖昧だなっていうのがあって、まあ何と比べて6倍なのかとか、何と比べて何倍なのかっていうのがあんまり出てないですし、まあ途中に例えば Windows と比べて何倍っていうのもあるんですけど、Windows の売れてる PC よりもみたいな言い方なんですけどな、何の PC なんていうのとか、売れてる PC とはどれというふうなのがなんかすごくまあ曖昧なので、あの、ここのね、数字に関しては、あの、あ,あ、6倍になったんだ、もう絶対買うしかないって思うよりは、一旦ちゃんとレビューを待った方がいいかなと思います。 少し待てば、まあ、レビューの、えー、話とかいろいろ出てきますし、それを待って、まあ、冷静にね、えー、判断していただくのが、まあ、ベストじゃないかなっていうのは思いますね。はい、あとはですね、途中でも話したんですけど、メモリがですね、まあ、オンボード式になってしまったので、えー、改造はね、もう多分絶対にできないかなっていう風なのを思うので、メモリ選びはですね、これまで以上にちょっと慎重になる必要があるかなと思います。あとは思ったのはですね、今回高性能と高効率の4コア、4コアでしたけど、例えば高性能を8コアだけにするとか、まあ の場合はそういう風にするとかっていうのがあるのかなとかいうのはすごいえ思ったので今後のねそういう M1 チップどうなっていくのかっていうのは M2 とか M3 とかになっていくと思うんですけどチップどうなっていくのかっていうのはちょっと期待してますあとはですねえ独立した GPU ですね例えば MacBook Pro の16インチだったら AMD のものが入ったりとかするんですけれどもそういった他の GPU を使うっていうことは今後できるのかどうかっていうところはすごくえ気になるところだなという風にはえ思っていますなのでですねまあ今回その16 16ンチとか、えー、とか iMac と、まあ、本当にパフォーマンスが必要なものっていうのは今回搭載されなかったんですけれどもそこはね今後のところ、えー、すごく、えー、気になってる部分ですはい次にハードウェア面なんですけれども一つ目はですねもう変わらなすぎです変わらなすぎなんか中身がバッと変わってなんかすごい一気に変わりますよみたいな感じだったらもうちょっと外観ねなんとかなんなかったのかなとかなんかもう少し変わるっていうのがあってもよかったんじゃないかなとか はすすごく思いますちょっとねハードウェアが全然変わんないのはうーんって思うところですねであとポートのところがサンダーボルト3って書いてないんですよでサンダーボルト3とかってそのインテルとかとやっぱりすごくつながってる製品なのでこれねどういうことなんだろうなーってのは、えー、思っているところです次にウェブカメラなんですけどなんかウェブカメラねちょっと性能上がった風なんですけれども 720p のままらしいんですようんこのご時世 720p かっていう、えー、感じなんですけど けど、そこが上がってないのはちょっとねって思いますねで、このコロナでやっぱりズームのミーティングとかって増えててインカメラの重要性って上がってるんですよね なのに 720p なのって思います。エアーは、えっと、最小構成の方の、えー、低い方の構成だと7コアなんですけれども、512にすると、まあ、8コアの方に上がるっていうような、えー、変更があるので、まあ、安い方のモデルを買う人はちょっとね、性能が低いんだなっていうのはちょっと思っておいた方がいいです。あとはですね、地味にキーボード、えー、変わってるみたいですね。地味にキーボードが変わってるみたいで、F5 と F6 のところがまあちょっと変わったりとか、えー、言語変更の、ね、ボタンっぽいものがまあできてたりとかするので、 そのあとはですね、eGPU ですね。僕もいろいろ動画を出した eGPU が付けられなくなりました。なので、ここもね、その GPU をちょっと強化したい。例えば、最小構成の MacBook Air を買って eGPU で強化するみたいなことがまあちょっとできなくなっちゃったので、まあ、ちょっと残念なポイントかなと思います。次にソフトウェアですね。ソフトウェアなんですけど、Apple 製は結構快適に動くっぽいなっていうのがなんとなくデモで思いました。なんで Final Cut 使って 僕は結構まあいけてるかもなってはちょっと思ったりとかします。あとですね、今のところ VMWare とか動くっていう発表が全然なかったので、そういったその仮想環境だったりとか、Windows とか使いたかった人にとっては、まあ少しね、残念なポイントだったかもしれないです。で次に、まあ Adobe 系のソフトなんですけれども、Photoshop がまあ来年の1月に対応できるっていうような発表があったので、やっぱりね、Adobe 系もまだまだ対応はできなさそうっていうところですね。あとはですね、ロゼッタにちょっと期待したいかなと思ってて、 そのインテルがねインテルでのソフトウェアの方がまあどれだけ快適に動かせるかっていうのはちょっとねその移行になる時のポイントになるのでまあ気になるところとあとは最後に書いてあるとおりですね iPhone だったりとか iPad のアプリがまあどれぐらいね快適に動かせるのかとかどういうふうに動くのかっていうのはえここのところえ少し気になっています次に価格についてですねで価格についてはねもっと安いんじゃないかみたいな話がまあすごくえ出てきてたんですけれども今回のものは結構ねスペック高いものを出してきたな っていいう,うに思います僕の予想とかではその低スペックのものを出して値段を下げてねもうちょっとエントリーモデルの MacBook をまず最初に作るのかなっていうのはすごい思っていたんですけれどもどっちかっていうと本当にね intel のものから本当にリプレイスガンガンしていくような感じの出し方かなっていうふうに思ってて結構ね高めの性能も高めでも価格も高めっていうようなものが出てきたかなと思います なんで価格が下がったのはクミニだけっていうような感じなので安くなることを期待してた方にとっては結構残念だったかなというふうに思いますただその代わりですねパフォーマンスはすごく高い可能性があるのでえそこに関してはねまあ今後ね買ってみ 見ないとね実際安かったのか高かったのかっていうのはわかんないので実際ま実、あ、機が来た時にいろいろパフォーマンスをね検証してみようかなと思いますそれでですね3つ目のトピックスの僕が買った Mac について話そうかなと思います、えー、僕が買った Mac はこちらですドンはいこんな感じです13インチのですね MacBook Air の 8GB のの最小構成のモデルを買いましたイエイエ買いいままししたたこのね、僕のね、チャンネルを見てる方だとね、僕はですね、どんなことがあってもメモリは 16GB にしろっていうんですけれども、えー、8GB を え、買ってみました。まあ、この構成に何でしたのかっていう話をまあしようかなと思うんですけれども、まず最初に買った理由なんですけれども、やっぱり M1 チップっていう新しいチップセットはどんな感じなのかとか、えー、例えばね、iPad のアプリが動くっていうのはどういう感じなのかっていうのは、やっぱり試してみたいっていうのがあったので、えー、購入しました。次に 8GB のメモリの理由なんですけれども、え、例えばオンボードのメモリ、今回効率が上がったって言ってるんですけれども、8GB でどれぐらいパフォーマンス出るのかっていうのは、やっぱり自分が使ってみて、ちょっとやってみたい っっていうのがすごく思ったことと今までの自分のインテルの常識で話しちゃってるんじゃないかっていうのはやっぱり僕がちゃんと試してみないとやっぱり 8GB 全然ダメでしたって皆さんに言えれば皆さん安心して16買えると思うんですよなので僕がちゃんと 8GB で試してみてそれでその結果を皆さんにお伝えすることで 8GB、16GB 16迷ってる人であ この形なら 16GB でいいんじゃないか。これなら 8GB でいいんじゃないかってちゃんとお伝えすることができるかなと思ったので、8GB に僕はチャレンジしてみようかなと思って、8GB を選びました。あとですね、僕はですね、今の、えー、と MacBook Pro の16インチに何ら不満がないのでですね、そんなにいい構成のものを、まあ、買う必要が全然ないっていうのが <laughs> 一つポイントかなと思います。ただね、ちょっと申し訳ないんですけれども、キーボードだけはですね、どうしても A 字にしたくてですね、A 字にちょっと改造しちゃったんですけれども、A 字に 改造してしてまったせいでですねえどうなってしまったかというと配送ははいこんな感じです、えー。23日到着っていうね、<laughs> ここまで言っておきながら僕の到着1週間後というかね、その17日が発売日だとしたらその1週間後になっちゃうんで、いや本当にね、皆さんごめんなさいというか、<laughs> もう英字にしたいという僕のわがままをまあちょっと言ってしまってほんと申し訳ないっていう感じなんですけれども、いやどうしてもね、 オーシおしゃれに改造したくて、なんでね到着に関してはですね23日に今なってしまうので、まあ23日とかに、えー、実際ねちょっとまあ開封とかしてみて1週間ぐらいちょっと使ってみて、まあレビューを出してみてそこからやっぱり MacBook まあどれを選ぶべきかとかまあ8ギガバイトと16ギガバイトどっちなのかっていう話をちゃんとお話しさせていただこうかなと思います。はいいかがだったでしょうか。まあ僕がね新しい M1 チップとに思うことと新型の Mac について思うことをちょっと話させていただき。ます きました、まあ、さっきも言ったようにですね実機が届いたらいろいろレビューを出していくので是非気になる方はですねチャンネル登録とかしていただけるとすごく嬉しいです今日の内容が面白かったという方は是非ねグッドボタンを押していただいてですねまあこれ買いましたみたいなことがあればですね是非コメント欄とかに書いていただければなと思いますご視聴ありがとうございましたそれでは皆さん次の動画でバイバーイ